ごきげんよう、ひでお小林インザットスタジオ10回目、本日は2021年2月11日木曜日です。今夜の12時に配信がスタートいたします。あ、ドラマ、前回の動画ではですね、メイドインジャパンをガチ解説っていうのをやらせていただきましたけども、今日はなんとついにビューティフルモーメントフューチャリングクリスタ、こちらをですね準備しましたんで、ガチ解説をやってみたいと思います。ボーカルとかギターも入ってますんで楽しいと思いますよ。チャンネル登録、高評価ボタン、ベル通知ボタン押して最後までお楽しみください。はい、こちらに準備いたしましたビューティフルモーメントです。ロジックに立ち上がっております。バッチリ動いております。ボーカル、ギター、ドラムス、シンセサイザーという順番でやっていきます。どうしてかというと、上からそういう順番に並んでいくからです。早速ですが、クリスタのボーカルですよね、ここから聞いていきたいと思います。いいですか。はい、ステレオでファイルが来ましたので、これをモノラルに途中でしています、ね、ご覧の通り2本あるでしょ、上と下と波形が、これステレオって意味なんですよね。なのでこの一番上分かります、ここでもう、ね、モノラルに無理やりしてますけども、その後 EQ してますね。ウェーブス、当時のよく使っていたウェーブス REQ の6、6バンド、それをちょっと切ったりします。その後にディエッサーかけてますね。ディエッサー、こちらもウェーブスなんですけども、ディエッサーっていうのはサシスセソをね、小さくしてくれるんですよ。どうしてもその加工してってボリュームが大きくなってくると、サシスセソが耳についたりするので、これを防ぐためにこれをかけてます。次がもう一回 EQ でローを切ってますね。ちょっと外してみましょうか。ちょっともわっとするんだよね、はいね、ちょっと減ったでしょ、ローが。さあ、この上でウェーブスの R ボックスをコンプレッションとして使ってます。R ボックスは未だに好きで、結構ね、使いますね。結構歪むんですよ。歪む、そこの味がよくって、ちょっとウィスパーな感じをしたい時なんかによく使うコンプレッサーですけど、ちょっと癖は強いですね。次がこのウェーブスのチューン、ウェーブスチューンですね。これは音程を整えてくれるソフトですね。で、そんなにくどいことはやってません。自然、ナチュラルにこうピッチを修正するような形でやっています。続きまして、最後にもう一回 DSR やってますね。やっぱりこの R ボックスでコンプレッションした後、サシスセソがこう気になったんでしょうね。もう一回 DSR をかけて整えております。で、その後に、バスでディレイをかけてますね。このバスのディレイっていうのは、この頭の部分のね、こういう、はぁ、これはバス、これ動いてるでしょ？っていう時に、ここの部分だけディレイをかけるってやつですね。はい。じゃあ、リバーブなんかはどうしてるかっていうと、総合リバーブですね。これ、はい、ロジックのステレオディレイとその後にスペースデザイナーをかけてますよ。これちょっとオフってみますね。はい、スノークリスタです、はい、これにディレイをかけるとこうなるわけ。ね、こう左右に振ってるでしょ。イヤホンして聞いてくださいね。で、リバーブっていうのをつけるとこうなります。はい、綺麗なクリスタになりました。はい、では次行ってみますか。サブボーカル的なものを行ってみますか。この辺ですね。じゃあ聞いてみましょう。お、下ですね。プラグインはね、大体同じものを使ってますので、ちょっとここだけリピートしてみよう。これね、全部外すと、ね、これでも十分美しいんですけど、これババババ、ちょっと人数増えるようにね、アンサンブルっていうのが書いてますね。コーラスですね、ロジックの。その前にシンプルディレイっていうのを使いまして、左右で、遅れを作ってステレオを作っていますね。これ多分真ん中でしょ、真ん中。これをオンにすると、右と左で、これ見ると分かるように、右が
ちょっとサンプル1666サンプル遅れてるのでステレオになって聞こえるわけです。こういう技を時々使っておりました当時。これハモリですね。コーラスのハモリをクリスタさんやっていただいてます。貴重なボーカルだけまとめてずっとずっと聞いてみますか。素晴らしい。ちょっと後ろの方もせっかくなので聞いてみます。このブレイクダウンの曲なんですね。なんかやったのかな。これは見てもらう。これはですね、ブレスの時だけボリュームを変えてますね。変えてるくらいです。これ今紫がね入ってますね。でここで多分ねエコーがディレイがかかると思うんですよ。ボーカルでした。じゃあ次アコースティックギター。アコースティックギターはね白石と鈴尾くんっていう方ですね。あの友人の。はい、ああこれですね。知ってるでしょこれ。私がこっちでミキサーをいじってるのは自分のこのモニター用のね音量を少し上げてる。これはズラズラと言いますね、ここでね。これはどういう処理をしてるかっていうと、まず全部抜きますか。抜くと、これが進む音ですね。EQ6 をかけ。その後に、これは何だろうな。おこれコンプだね。ルネッサンス AX。そして、これで、ロジックのシンプルディレイで左右に。時間の差をつけてステレオにしております。ちょっとずれてるでしょ。イヤホンして聞いたら分かるんですよ。このバス1っていうのはリバーブをもう一回リバーブかけてます。ウェーブスの R バーブ抜きます。これスリバーブ。はい、次はですねワウギター。これ歳三くんにやっていただいたやつですね。こっち聞いてみましょうか。なるほど、これは何だ。はい、おお左にいるでしょ。これエフェクター的にはまあちょっと EQ してルネサンスか。これさっきと同じそのギター用っぽいコンプをかかってます。これ抜きますとね、この一番下のこのパンポットってマイナス64でこう左にねこれ聞こえてるわけです。でこれが、下にももう一個チャンネルありますけど同じようなことを多分やってると思うんですよね。はい、ね、これ右のギターも鳴ったでしょ。ね、これがギターです。あ、これギターエフェクト、これ聞いてみますか。そう、はい、こういうやつですよ。あーいいね、こういうのね好きでしょ。こういうのこれにもいっぱいあるよ。こういう、うん、素晴らしい。ね、もういかにも秀夫小林的なワウギターステレオギターいっぱい入れましたねこの時ね。こっちかゲート抜いとくか。はい、 OKOK、 それで OK。 はい、じゃあギターでした。お待たせしました。じゃあループ、いつもキックとか言うんですけど今日はループから聞いてみましょう。
何が入ってるか僕も聞いてみないと分かんないので、はい、 YouTube です。おこんなの入れてたんだね。ヒップホップハードハットビートって書いてありますけど、これどこから持ってきたんだろう。アップルループもしかして。エフェクターはこんな感じですね。スプレッドアロイ、スプレッドでしょね、アロイ、アロイ懐かしいよ。ほら昔のアイゾトープ、今も愛用してます、アイゾトープさんのアロイっていうね、これが出た時はもう衝撃的でした。 EQ でしょ、コンプレッション、もう使わないですけどね。この後アロイはアロイ2になって、アロイ2はニュートロンになったので、もうさすがにね懐かしいって感じですけど、はい、こんなループでした。ループ1です。次行ってみましょう。これなんだ、ループ2。ああ、これはあれですね、ビューティフルモーメントのキャラクター付けに、これはどっかからの取ってきたんだろうな。ハウスマジックハッツビート、あれ、これももしかしたら割と一般的なとこからもらってきてるかもしれない、ね、アロイかかってますね。ほらね、EQ でキックの部分抜いてる、ペチペチ言ってるでしょ。で上のハイハットの部分とか高いところね、こっちで出して、元はこう、うん、でダイレクションミキサー、うん、はい、そしてキックですね。キックいってみましょう、うん、さあこのキックは何を使ったんでしょうか。これね、ディープウェイブ、ディープウォーターズキック、あるところから持ってきてます。当時アロイですね、これね、多分アロイ買ったばかりの時期で、本来この前だとウェーブスの R チャンネルなんていうの使ってました。前回のそのメイドインジャパンの時もね、 R チャンネルいっぱい使ってるの見えてきました。多分ねこれ買ったばっかりで、これでその補正をねいろいろしてたと思うんです、キックのね、こういうのね、うん、この上の方があってるのはちょっとアタックを出すとのために上げてるんです。これ7番とかね、7番来てる、1番、2番、うん、いいキックですね。トランシエントなんて言ってるよ。アタックとサスティーンをコントロールできるんですね、これはね、まあ、これ昔のプラグイン説明してもしょうがないですけど、はい、そんなキックでした。 OH はですね、オープンハットです。おー、なるほど。EXS のシェイカーを使ってますね。オーバードライブを使ってます。オーバードライブっていうのは歪ませるやつですね。ギターなんかでもいいみたいな。はい。そしてまたアロイで処理してますね。アロイ EQ でしょ ?EQ。トランシエント。ダイナミクス、コンプレッションです。はい、リバーブはこれなんか書いてあるんでしょ ?R バーブ。ちょっとですね。そしてパンは右に20ぐらい振ってあります。よし、次テック OH、 テックなオープンハイハットっていう意味ですね、きっとね。まあ確かにちょっとテックっぽいカチカチ言ってます。 EX2 じゃあ EXS24 ね、サンプラーですね。お、ビットクラッシャーなんてかかってるよ。あ、全然違うじゃん。ビットクラッシャーは11ビットなんて言うんですけど、ダウンサンプリング7倍。音を悪くするわけですよね、これでね。で、EQ してますね。随分あれですね、変わってますね。はい。イコライジングでローを切って上げると、こういう感じになります。そして、あ、これ得意のサンプルディレイですね、右と左で時間をずらして、ステレオに聞こえるようにする。ほら、今真ん中でしょ。これ入れたら遅れてくるっていう、こんなサウンドメイキングの秘密を今日も皆様にお伝えしているわけです。909のハイハット、
はい、もういつもの EXS909 ですね。こちらオーバードライブかけてますね。わずかにですけどね、力強い感じになってるのは歪みのせいです。そしてアロイで整えてますね、やっぱりね。はい、 EQ ですね、 EQ 前、 EQ 後、そしてトランシエント、トランシエント抜いたら、こう入れたら、うん、カチッと来てるでしょ前にね。でコンプレッション、ちょっと長さが変わったね、サステインがね、うん、こういうコンプレッションでそのエンベロープをコントロールできるんですよ、長さとかを。そしてあれですね、さっきと同じリバーブかけてますね、これですね、オフ。いやこれ微妙にやってるんで分かんないと思いますけど、はい。じゃあね、次はねスネア5分ほら、こんなスネア音の音してたんですね。これ見て、ピッチちゃんといじってるよね。チューンっていうことなんですけど、ファインで結構こういくつか。プラス20セント。こっちは、マイナス1になってます。楽曲に合わせてスネア等のピッチを合わせることも非常に大切です。オーバードライブかかってます。うん。そう、上の周波数が出てきてますね。お、ドルドドド。そして、もちろん、アロイ。今アロイないんで、ニュートロンを買ってください。アイゾトープ。EQ ですね。こんな感じ。この、ここのポン、ポン、ここがね、この音の特徴ですね。これなんか、これ何番 ?3 番。3番。ちょっと、どうしても。ちょっと大きいからマイナス 0.2dB 下げてますね。Q は 2.0。ダイナミクス、コンプレッション、ね、リミッターでちょっとボリュームを上げてるのかどうなのか。はい、次クラップ、クラップになってます。ほい、うん、 EXS の808のクラップです。うん、なるほどね、まあ、アロイを登場させ、アロイ抜くと、うん、EQ はこんな感じで、トランシエントね、ダイナミクス、コンプレッションかけてと。で同じくスプレッドしてます。これなんでスプレッドいっぱいかけてるかっていうと、まあ、左右に割ってる、分けてるわけなんですけど、ボーカルが真ん中に来るじゃないですか。でボーカルのところを避けるって、ドラムリーが鳴るようなセットアップにしたものと思われます。はい、続いてコンガ、コンガさんこんにちは、うん、これも曲頭から入れるやつですね。これスタイラス、いつもね使ってますね。リアルタイムグルーブモジュール。エフェクトはなんかしてるか。面白い。これオーバードライブと。ね。で、アロイ。アロイは、なんかいろいろしてるね。もともとこういう音です。アロイで処理した後がこう。EQ を振ったらこう。EQ 入れたら。エキサイター、おお、マルチバンドでエキサイターなんかかけてたんだね。うん。はい。トランシエントですね。アタックとサステインをコントロールしてます。ちょっとコンって前に出てきてるでしょ。その上でダイナミクス。で、リミッターね。ちょっとね、飛び出てボリュームが大きいところがあるんですが、抑えてます。よし。シンバル。まあ、そのシンバルですよ。リバースシンバル。ああ、なるほどね。リバースシンバル。
シンバルの音をサンプルでひっくり返すとシュッてなるんですけど、さっきのシンバルの前にシッチャーンっていうねことをやってるやつですね。このセットで聴いてみますか。シンバルとリバースシンバル、ここにいました。あ、シンバルはディレイがかかってるから、デーンデーンデーンってますね。はい、シンバルさんでした。クリック、クリックって何、クリックって何。ああ、なるほど。これどうやって作ったんだろうね。エレクトロキット、なんかドラムだ、ドラムに、あ、ローをこんなに切って、おりますけど、でここにディレイをかけて飛ばしてるのね、これね。ではドラムだけ聞いてみます。はい、あ、最初キックいないんだっけ。あ、いないんだ。はい、ドラムをお聴きいただきました。ギター、ボーカル、ドラムで聴いてみようか。続きまして、ではベースを見てみましょう。ベースです。こちらプロ53、はい、また R ベースで手を持ち上げてますね。ほらね、ビットクラッシャーかけてるよ。ザラザラにしたかったのかな。奥にしてみましょう。確かに歪んでる、歪ましてる。そしてアロイで整えてる。はい、ちょっと切ってみます。ちっちゃい、ぶっとくなってます。ちょっといい音してるんです。聞いて、弾いてみて。なるほど、プロフェットでした。はい、続きましてパッド。パッドは何でやってるのかなっていう話なんですが、聞いてみましょう。はい、なるほど。こちら EXS24 のボーカルスーパーストリングス。これどっから引っ張ってきたかっていうと、ファクトリーに入ってるやつですね、アップルので。アップルの中のシンセサイザーの中のシンセストリングスの中にこれを見つけて、これに使ってるっていうことですね。フィルターちょっとね、あ、これはあんま効いてないな。エフェクターこんな感じ。コーラスをかけ、EQ をかけ、まあ EQ でだいぶロー切ってる感じだね。はい。と、これ、このコンプレッション、これは。サイドチェーン用ですね。はい、じゃあ次の音いってみましょう。次は STR って書いてあります。これ明らかにストリングスです。はい、こちらも EXS24 のオーパス1のストリングス、前回もご紹介しましたね、コンプレッション、あ、これ使って珍しいね。 R コンプ、 REQ、 これ何、あ、ちょっとステレオこう狭くしてます。
美しい。続きまして、おなんかこれすごいいっぱいオートメーション書いてある。これ何？ほらご覧ください。ね、いっぱい書いてありますね。アナログシンセって書いてありますけど、聞いてみましょう。30。おお。なるほど。ES2 ですね。いいですね。フィルターはね、こうカットオフをオートメーションしてますね。この紫のラインが、イコライズがこうでしょ。でディレイだけ簡単にかけてあります。そんなに難しいことやってないですけど、まあ、特徴的なのはやっぱりこのオートメーションじゃないですかね。オートメーションで、表情をつけております。いいボイシングだと思います。ボイシングね、ボイシングっていうのはこう鍵盤どれを押さえるかってやつね。合格。はい、コードシンセっていうのがありますけど、ああこれは面白いやつかもしれない。これは EXS で使ってますね。うん、はい、音色ちょっと待って、これ弾いてみる。アフタータッチ、これアフタータッチだね、弾いてるんだね。アフタータッチのカットオフをプレッシャーね、これアフタータッチでコントロールするように、このパッチ売ってください。次は何ですか？ EP。 あ、これ定番ですよ。これがなければハウスミュージックは始まりません。はい、ローズですね。これはいいピアノ、ロジックのスーツケースマーク1、このようなセッティングで使用しております。ドライブオン入ってますね。フェイザー、トレモロ、コーラス全部オンになってます。その上で普通にね EQ してね、あこんな感じ EQ、これだとね、あのベースとかぶっちゃうんですよ。下の低い方がモワモワになっちゃって、これカットしてるんです。コンプレッションかけてリミターして、リバーブちょっとかかってオフにしました。これサイドチェーン用ね。サイドチェーンは何で済むかっていうね、質問はないと思いますけど、サイドチェーン音がかかるとどうなるか、ちょっとこれ聞いてみますか。これキックに対してキックが鳴った瞬間にその部分だけボリュームを下げてくださいっていうね、関係性を持たせるために、これでしょ。うんわ、あのピアノの音がうんわうんわってなるでしょ。ね、これがサイドチェーンのテクニックです。これね、ベースにかけるとね、グルーヴ感が良くなるんで、だいたいベースのキックとのところをかけますね。1番このダイナミックス分かります。ダイナミックス1番は普通ので、ダイナミックス2番がサイドチェーンで、これほらん、サイドチェーンのエクスターナルになってるでしょ。こうやってグルーヴを出していくわけですね。はい、サイドチェーンの簡単な説明ですけども、ではこ
このピアノはヤマハですね。今違うスタジオに持ってってるんですけど、ヤマハの電子ピアノ的なものの音がすごく良かったので使ってます。カーツウェルを前回のメイドインジャパンでは使ってましたけど、あれは、モノラルサンプリングなんですよ。このヤマハの方はステレオサンプリングなんで、最初からもうちゃんとあのステレオのマイクで録音したピアノをこう弾けるようになってる。しばらくこれ使ってましたよ。あ、思い出した。あれでも使った。ロンドンは夜8時のピアノミックス。ちょっと面白い聴き方する？これボーカルのせてみようか。ガチ解説してみました。古いロジックのファイルなんで懐かしいプラグインなんかもいっぱい出てきて、今はあんま使わないやつですけどね、楽しかったと思います。これなぜこう昔のやつ聞いてるとこうウルルッと来ちゃうんでしょうね。多分ウルルッと来てるのは僕だけだと思うんですけど、ボーカルハウスなんてあんまり作り方変わんないわけですよね、このスタイルのやつはね。おそらくこの先もこういうね、ボーカルのピアノが入ってていろんなギターが入ってるなんていうスタイルで新曲を、ね、作ると思いますけども、前回のメイドインジャパンもそうでしたけど、当時のミックス技術なんでもっと音よくできるんですよ。でもしかしたらそのトラックダウンをやり直して綺麗な音にしてリマスタリングなんていうのをね、またリリースできたらいいな、面白いなと思うんですけども、はい、いかがだったでしょうか。ビューティフルモーメントフィーチャリングクリスタのバラバラ事件、やっぱりこれいい曲だと思うのでまた聴いてみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあねの前にチャンネル登録と高評価ボタンとベル通知ボタンを押してください。じゃあね。
小林さん普段何聴いてるんですか？相馬 FM インターネットラジオサンフランシスコの誇りみたいな。まず選曲ミックスアンダーグラウンド、そうメタル好きの方いる？コマーシャルフリー第5位、第4位、第3位いいでしょ、第2位とその西海岸ディープハウスみたいなの第1位。誰か聞いてんの？一回もドネーションしたことないんですよ。51名様に、視聴者の皆さん誰か一つは For you、 こちらに E メールください。 info@hideokobayashi 先着1名様に、あなた次第。